ご視聴あざます。Cです。今回は24時間テレビ凸男、自己中すぎる言い訳とはについて国民の意見をまとめました。8月26日から27日放送の日本テレビ24時間テレビで、タレントのヒロミがチャリティーマラソンを走っている最中に、深夜女子と名乗る YouTuber がしばらく並走しながら動画を撮影し、自身の SNS でその状況を配信しました。以下、深夜女子の X からです。レンちゃんよろしく。24時間テレビランナーと一緒に走りたい。両国で待ち。今年は誰が走るのか。自分も障害手帳持ってるんでゴールまで並走。24時間テレビ、ヒロミに並走して放送事故を、関係者にブロックされる。奥さん松野と伊代の歌を歌う。ヒロミは笑顔。深夜チョゴールの両国国技館まで一緒に走ろうとしてて受ける。ヒロミさんに障害手帳持って並走していろんなバカッター系の勝手に紹介する SNS やらネットニュースで取り上げられ話題になってる。ヤフートレンドもなったらしい。伊代は、まだ、ドゥドゥンドゥドゥンって振って笑顔でも、って絡んでもらえた。焼肉屋配信禁止。24時間テレビもできんオンテッド。また深夜チョゴールはこんな炎上すると思わんかったととろ。犯罪愛ではないからさ。24時間テレビの営業妨害とか言ってるけど、何でも警察に捕まるとかアカウントをバンさせるとか違うと思うと自身の意見を述べています。合わせて今回の行動に至った理由として炎上とかしないと、再生数が3桁と言われてるから、お前たちが見ないからダメなんだよなどと視聴者に責任転嫁もしています。ランナーのヒロミ氏に関しては笑顔でニコニコ走ってたから好感度上がったんじゃない？ SNS のトレンドにはなったよね。俺のおかげで、などとも言っています。さて、スイの意見ですが。わけわかんね。死は他人に迷惑をかける人が大嫌いです。正確に言うと、悪意を持って他人に迷惑をかける人が大嫌いです。それは良くも悪くも日本気質なんでしょうけど、人は人によって生かされていて、人は決して一人では生きていけないという考えを重んじているからです。和を重んじるからこそ、その和を恋に乱すものは正しく罰せられるべきと思っています。粋のモットーである礼には礼を、非礼には非礼をもその思想から来ています。24時間テレビは芸能人へのギャラ問題や感動ポルノ思考など、視聴者から嫌われている問題を複数抱えていますが、それはそれ、これはこれです。嫌われている番組だからといって、妨害していいという理由にはなりません。というかこの人に関してはそもそもそんな理由で突しているわけではないようですしね。24時間テレビを成功させるために頑張っている人たちの気持ちを自己満のために踏みにじる行為は、はっきりと嫌悪という感情しか湧きません。とりあえず論理的に反論していきましょう。X の発言に関しては基本ただのお気持ちと意味不明な文章なので飛ばします。まずは犯罪愛ではないからさ、24時間テレビの営業妨害とか言ってるけど、何でも警察に捕まれとかアカウントをバンさせるとか違うと思うという意見について、警察沙汰になるかどうか、アカウントバンになるかどうかは被害者であるテレビ局が行動に移して、捕まった後の対応は司法が、アカウントバンに関しては SNS 運営が決めることです。加害者側が決めることではありませんのでご安心を。また行動の理由である炎上とかしないと、再生数が3桁と言われてるから、お前たちが見ないからダメなんだよについて、世の炎上系と呼ばれる YouTuber の行動原理って多分こんなのばっかなんだろうなという印象。もともと YouTuber になるきっかけは人気者になりたいとか、ちやほやされたいとか、でもやっていて一向に人気が出ないから知名度を上げるために炎上に手を出す。こうして人気は出るものの、そこで集まった人気は炎上によるものだから、さらなる炎上が求められる。その結果、より過激な炎上に走らざるを得なくなる。こうして当初描いていた本人なりの人気者像とは全くかけ離れた炎上系 YouTuber の出来上がり。炎上系は知名度を上げるには手っ取り早く誰にでもできるから、実力がない YouTuber はどうしても手が出ちゃうんでしょうけど、その道は一歩進んだら後戻りはできない茨の道なわけです。またヒロミ氏に関して好感度上がったんじゃない？トレンドにはなったよね。俺のおかげで、という発言について、一言で言うと余計なお世話だよね。これ以上でもこれ以下でもないです。とりあえずこの炎上系、数日前にも外食店の牛角にて警察沙汰を起こしているようです。2022年に EXIT の兼近氏がランナーの時も同じようなことやらかしてるようですので、このままの話にしておくと来年またやらかしますね。また放置することで模倣犯を増やすことにもなりかねません。日テレさん、一回法廷バトルに持ち込んだ方が良くないですかね。ぜひとも検討をお願いします。ちなみにこの炎上系の YouTube と X は両方とも通報しておきました。削除になるかどうか乞うご期待でございますが、粋の意見に賛同いただける方はよろしければ概要欄 URL から該当の動画、ツイートに対して通報のご協力いただけると嬉しいです。では国民の声を聞いていきましょう。他人から嫌われに組まれても数字、お金が欲しいということなんだろうな。また、一部とはいえ支持する人もいる。迷惑を超えて事故が起きてからでは遅い。これ民放番組の一部だけど、ヒロミさんの肖像権含め、ただノリの可能性もある。日テレが訴訟を起こすことは可能なのか、一つの抑止力になればよいね。最後くらいの場面しか見てないですけど、この人に限らず街中でもスマホで撮影でヒロミさんにずっとカメラ向けてる連中とか後ろからくっついてくる連中見受けられたけど、その行為自体も考えた方がいいと思うよね。禁止されてるわけじゃないと思うから一瞬だけカメラ構えるくらいはいいと思うけど、
仮にもし立場が逆で90キロ近く走ってストレスや疲労もピークって時にニヤニヤしながらスマホでずっと動画とか撮られてたらどんな気分になる？そこはちゃんと考えた方がいいと思います。援助行為の計画から実行、ニュースになるところまで全部計画通りなんでしょう。仕上げは謝罪動画でもう一稼ぎ。ちゃんと理解している人は動画を見に行かないという行動が取れる。しかし一定数は野獣マシンを振られて身に行って PV に貢献し、結果的に彼ら迷惑系 YouTuber の収益になる。モラルを無視した稼ぎを容認している YouTube へ広告を出している企業、この辺りが動かない限りこのような迷惑行為はなくなることはない。エンタメ系 YouTuber 自体が好きじゃないから決して見にはいかないけど、迷惑系ってはっきり分類されるくらいのやつならアカウント停止すべきと思う。常識的に考えて周りに迷惑かけてそれを収益にするなんてあってはならない。 PV 数に関わらず収益化できないようにし、法に触れてるならただただ罰する。迷惑系でだが売れても何にも得がないようにするべき。この人、障害者手帳を持っていても YouTuber で収入があれば障害年金が減らされるか支給停止になるし、自治体の障害者向け福祉が受けられなくなる場合があるよ。障害の内容が精神疾患ではなく肢体不自由とか内臓疾患とかだと、走れるのなら障害認定を取り消されるか障害等級が下げられる可能性もあるよ。並走者は大変な役任されてますよ。どれだけクタクタでも走るのやめられないし、見物人とぶつからないよう距離保って郵便ポストや電柱などにも注意してと。彼らの邪魔はしないでね。とりあえず信号待ちで車道にはみ出してヒロミを撮影しようとした通行人に下がってと合図してたよね。このマラソンが原因で事故を起こしたりでもしたら次からできなくなってしまう危険性あるからね。彼は炎上系 YouTuber として知られていますが、前にも無差別事件などの事件現場に同じく炎上系 YouTuber と訪れて不謹慎行動等をしたり発言したりもしていて、結局はバズればいい的な感じなんでしょう。炎上をする、そのことで皆動画を見に行く、コメントも書く、そういうので得をするのは本人です。目立てばいい、迷惑など関係ないと思ってる以上に規制ができないのも事実。炎上毒が嫌なので見に行かないが、 Twitter も YouTube もアカウント停止になったらいいのにと思います。日本が YouTube 側にワンザーアイを助長すると、制裁金でもかければ少しは真面目に対策するかしら。この番組のマラソン自体が迷惑行為だけどね。昔に146号が渋滞で全く動かず約束にも大幅に遅れて事故でも起きたのかと思ってたら、井本が1車線潰してチンタラ走ってた。日テレはこの番組で多くの利益を稼ぐわけで、一企業の営利活動に行動を塞いで周辺地域に交通麻痺をもたらす権利があるのか疑問に思う。 YouTuber 本人を指摘しても治らないだろう。広告がついているならその企業に指摘するべき。その企業はその YouTuber を応援してることになるから、本来は YouTube の会社が動画アップ前に一つ一つ全てをチェックしてアップの良し悪しを判断すべきだと思う。子供に悪影響しかない動画等は子供の目に入れたくない。善悪の判断ができない子が動画を見て面白いって思うのが怖い。そもそもいい年して働きもせずにくだらない動画を上げる人にモラルなんかないだろうね。本人は40歳なんですが、今バズったバズった俺はすごいと大喜びしてます。ツイートを見るとちょっと健常者とは言い難い人です。なぜ迷惑なのか、なぜ迷惑行為や犯罪愛行為はダメなのか、理解しきれていないという様子です。何の障害で手帳を交付されているのか、これ自体が社会的に大きな話題になりそうです。関係機関は事実関係の確認と、弁明の会見をお願いしたい。障害の定義はどうなっているのでしょうか。悪質な税金の使われ方に波紋が広がりそうです。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。